さあさあ、お酒の話盛り上がってたんでね。続けんや。どんどん。人の失敗の話とかって一番おもろいでしょ。ここもやっぱり聞いとかんとね。いやいや、今後のことや。お互いね、もう初めのうちにさらけ出しとか。そうですね。ね。で、うち私言ったら次どう。いや、もう私はさっき言ったでしょ。大島言ったじゃないですか今。あ、私はほんまにあんまりあかんねん。え、飲めないんですか。あんまり飲めない方。飲めへんと思う。あ、もうさっきしんどくなんねん。あ、寝てしまう方。もうな、うん、寝るんじゃなくてちょっとじっとさせてって言って、うん、すんなり治んねんけど、うん、だからそんなに何あれを忘れるほど飲んだこととかも全くないかな。いいね、いい飲み方。ただ寝不足で環状線一周とかするけど、ね、したことはあるけどね。若い時はね、あれ大阪から乗ったのになんで大阪みたいな。お酒じゃないねんけど、うん、僕も漫才してた時に、うん、うちの相方が奈良にいてて、うん、で奈良から始発乗って帰ってきたんよ、うん、で年と常にあの相方のところで遊んでて、うん、奈良から始発乗ってで難波着いて、うん、その間に寝てたんやけど、うん、始発やから空いてるでしょ、うん、だから椅子の上に思いっきり横になって寝とって。難波に着いたんはええねんけど起きひんからそのまま寝とって、気づいたらラッシュ時やって、みんなが僕の前に釣りかもって立ってる。どうしようかなと思って起きれる気合い目開いてんけど、このまま寝たふりしてる方が賢いよなって。じゃあそれまた奈良まで行っちゃったってこと。いや、どっかで降りた、もう覚えてへんけど、どっかで降りた。駅着く間際に降りて、とりあえず飛び降りた。お酒じゃないよ、そういうのは。それ気ぃついたら知らんとこで寝てたとか、そういうのはないの。どこここみたいな。それはないな。うん、ないですね。ないな。私お酒はだから、あの飲みすぎて、あの各駅停車のように自分が毎回駅で降りて気分を落ち着けてまた電車乗ってって言って15分ぐらいで帰れる距離の7駅か8駅ぐらいを2時間ぐらいかかるところがある。かかりすぎやろ。せっかく途中で降りて飲んどっただけちゃうの、それ。違う違う、ホームに降りるんよ。この駅でちょっと飲んだろうかなとか言って飲んでたんじゃないの、それ。いやいや、梅田で乗ってやばいかもしれんって、こう電車動き出したらこう自分もこう揺れて、あ、やばって降りるじゃないですか。でしばらく落ち着いて、でちょっと経ったらよし乗れるぞって乗ったら、あい、あー、また次で降りてとか。それどっかで終電に当たったらどうするんですか。ねえ、帰れないじゃないですか。ねえ、ほんとどう。よかったわ。そんなことあった。そうですね、どんだけ頑張ったかって自分で思うもん。ほんまですね。そんなに頑張らんでも。そうそう、お酒だけど好きさやもんね。ねえ、さっきもね、温泉湯で飲むとこだけ食いつきました。ほんまやね。そうなんや。ワインが好きなの。いや、何でも飲みますね。何でもいけるんや。ただあの、うん、日本酒やったら純米とか、焼酎やったら麦以外とか、うん、あのワインやったらこういう系でこういう系でとか、そう、なんかいろいろ好みはあるんですけど、うんうんうん、一応全般的に種類は飲みます。もうなかったら料理酒でも飲んでたもんね。飲まへんよ、料理酒は美味しないから。飲んだことあるの。いや、あるんかいな。違うわ、私が飲んで美味しないなと思ったやつを料理酒に使うんよ。なるほど。だから飲まへんようやねん、それ。ちゃんとできたんねん。強い人はほんま強いもん ね。お酒が家でも飲んでてバーって飲んで、お酒がないからやめるっていうパターンや。ああ、ずっと、ね、うん、うちのだから義理の父親母親って田舎の人やからすごい強いね。その親戚みんな強いねや。だから結婚式やなんやとか言うて山口にまあ帰ったりとかしたら一晩中って言ってるからね。すごい、誰もでも酔っ払ってないんやって。すごい、もうお酒が切れたから寝ようかっていう、うわ、そこまで飲むんや、うん、すごい。あ、じゃあ数用意しとかなあかんね。そうそうそう、だから何でもいけるんやろね。まあ田舎の人やからね、えおしゃれなワインとか無理なんやろうけど、うんうん、酒、焼酎、なんでもいけるんちゃうかなと思う。一生瓶でバターンとって、そうそうそう、こう下の方へこう日本列島下がっていくにつれて酒って強なっていくイメージだ、ね、強いね、うん、九州の方の人とか強そうやもんね。強い強い、うん、奄美大島に行ったことあんねんけど、友達のお父ちゃんのところにね、うん、みんなめっちゃ強かった。強い、まあ飲みやって言うて、うん、こうちょっと飲んだ酒がまたきっついのよ、うん、泡盛とかね、うん、20度、30度、だから焼酎と一緒でしょ。生、うんうん、三島の人って時間気にしはれんねんね。
帰りの飛行機の30分前にまだ飲んでねえもん、うんうん、いやもう飛行機出ますやん、いやそこまで10分あったらいけるから、ま、もうちょっと飲めんでとか言われて、いや間に合うのって、これ乗れへん方2日帰られへんねんねなんとかなるなるみたいな、そう、ま、乗れへんかったら2日まだ飲んだよね飲んでられへんこっちはもう、そんなんやった、そんなんよ、すごいな、飲んでたら飲めるんやったら楽しいやろなと思うけどね、うんうんうん、すごい飲んだらええの、ちょっとずつ強くなっていくんじゃないの、うんうん、お酒って。でも今はほんまに飲むこと、年に何回か飲み会があって、うんうん、そこでちょこっと飲むだけやねんか、うんうん、あとは家では飲めへんわ、その後のこと考えるやん、あそうやね、うんうん、あのその年の何回かの飲み会誰やろ、あの昔の漫才チームの飲み会、うん、違うよ、あの学校のお母さんとか幼稚園の時のお母さんとか、で子供がもう大きいから林間あるとか修学旅行とか言ったら多分そこで集合がかかんねやんか、あママ友が集まって、そうでそこでまあ気の合うお母さんだと飲むって形、遅くまで行ってる、いや遅くまではおれへんな、今日中には絶対帰るかな、あ、そうなんや、うん、うちの嫁さんおさまで飲んで帰ってくんでまだ帰ってきて、子供ら寝かしてる間に自分寝てまうやん、うん、寝てしもてパッて目してまだ帰ってきてへんのって思うぐらいまで飲んだあるわ、うんうん、そうや、そうや、いやでもそれでも飲めるからですよ、うん、そうやわ、うんうん、みんなでもやっぱり明日のこと考えるんやと思う、明日弁当やもんって、で兄弟がいてるところはさ、うん、そうやね、うちはまあ一人っ子やからうちの子がおれへんかったら、え小学校弁当、給食でしょ、給食と月1回弁当、はあ、お母ちゃんの手料理よって、うんうんうん、そうそう、ほんで言っても春は多いやん、遠足だの校外学習でもうええ中年でいうぐらい弁当あるね、そうそう、そんな、ほんで去年なんかさインフルエンザ流行ったからその間を給食止めるからお弁当って言って、そんな、そっか、インフルエンザね、うん、大変やん、大変、まあ、大変な時にちょうど時間も食べちゃうほんまに